それでは機械学習の実行手順これに入りましょう機械学習を用いて AI を実装する手順というのは次のようになりますまず学習するデータを作成しますここが実は非常に大事なところなんですもちろん機械学習の実行次にありますここも大事なんですがデータが命になります機械学習の実行ではモデルを構築して性能を検証してそれから 過学習ということが起こりうるんですがそれをチェックしますそして最後によしよしということになったらば学習結果の利用それから時間が経ったらやはり再学習というのが必要になりますでは良いデータの準備これが大事だということを調べていきましょうで機械学習を利用する場合良いデータの準備は性能発揮のための生命線となります 機械学習のためのデータというのは数値化されます。通常はベクトルですね。テキストデータ、文章のようなデータについても、もともとの情報を失わないために各種の方法が提案されています。で、画像のように比較的に性質の良いデータでも画素の値を正規化する、こういう方法が提供されています。またデータ全体の中心点、それから散らばり具合、これも。 ある程度に正規化するまとめることが必要です。で、これは一連のことはデータの前処理、プリプロセッシングと呼ばれています。で、このプリプロセッシング前処理の良し悪しが機械学習の性能を大きく変化させます。でまず、えー、ここでデータここではもう前処理を終えたとしましょう。そうすると次に得られた全部のデータを訓練データ トレーニングデータですねそれとテストデータに大きく分けます現在ではさらに訓練データの一部分を検証データとして合計で3種類に分けることになりますで大体の比率なんですが下にありますようにまあ目安ですが6対2対2ぐらいに分けますで最も大事なことはこの訓練データの中に入っているデータこれが検証データやデータ テストデータ全く同じものが入っているこれはダメなんですねなぜかというと訓練したデータを使って性能を測るこれは非常に具合が悪いわけですですからこの時にとても注意しておきますただし訓練データの中に似たようなデータを入れるこれはありなんです同じものが入っていてはいけないこういうことですでさてそのデータの準備なんですが先ほどのように 各データは数値として表現されますで個々のデータは単一の数値単一の数値のことをスカラースケーラーといいますがそうじゃなくてベクトルあるいはベクトルがこう積み,上がさ積み重なったテンソルで表せられますテンサーフローのテンサーのことですねでテキストデータのベクトル化にはいろいろな手法がありましてもう永遠に近いテーマになっていますでこのことについては皆さん 興味がある場合にはテキストデータベクトル化でキーワードにして検索してみると良いです。でベクトルとしてのデータセットが得られたらできる限りそれを検査します。すなわちデータが欠けている部分があるのか欠けていたらそこにゼロを詰めたり両側のデータから、まあ、それらしいものを入れておいたりします。それから明らかに誤っているデータがあればそういうのを 誤りによる外れ値と言いますがそれは取り去らなければいけませんそして画像の場合ずらしたり回転させたりした画像をわざと入れることがあります例えばこう私こんなの写ってますがそれがこんな画像であるとこんな画像であるとそんなのを作って入れますこういうのをデータ拡大とこう言いますそれから各データがあまりにも高次元、うん 全万次元なんていうのはなかなか取り扱えませんからそういう場合には次元削減という方法があってそれを行いますこれには主成分分析や独立成分分析そういうのが使われます次に、えー、先ほど申し上げたデータセットの正規化あるいは規格化これを行いますそれで前処理というのが終わるわけですでマイページのように 前処理を終えたデもともとのデータを訓練データそれから検証のデータテストデータに例えばですが6対2対2ぐらいの割合で分けますではそれでデータがそろったということで機械学習を実行するそういう手順に入りますこの図では一番上に先ほどの訓練データ検証データテストデータがありますねそれでまず訓練データを使って ブルのの矢印のところですが機械学習モデルここを学習していくんですがまず従いまして第1段階目で1番目どのような機械学習システムにするのかそれを選択します。例えば畳み込みなのかそれともディープ Q なのかそれから LSTM なのかそんなやつですね。そして訓練データに対してこれを繰り返し用いてパラメータを 学習によって収束させるわけです更新するわけですねそして得られたモデルを今度はこの検証データで強化して望ましい性質が出ない出ればよろしいんですが、まあ、大体は出ませんそうすると機械学習のモデルそのものを変更するわけです例えば層を増やしてみるあるいは各層の 数がニューロンの数が多すぎるから少なくするとかそんなことを行うわけですそしてもう一回、えー、訓練デデーータタでででやった後検検証データで検査しますそうして検証データでまだダメならばまたは学習モデルをいじるわけですがよしというふうになった時に今度は最後のテストデータで総合的な評価をするわけです。でそしてうまくいけばいいけばんですが それで採用になるんですが不採用これでもダメだったというふうになるとまた元へ戻って学習することになります。こういうことがよく起こるのが一番上にありますがん敵対的生成ネットワークというのはそれはインチキな偽物を作るんですから偽物であって本物に近いものを作るんですからそんなに簡単にはいかないわけでがんではこういうことがよく起こります。さてそこで。 性能の検証科学習のチェックというのに入るんですがこれは私が、えー、畳み込みニューラルネットで犬と猫の画像識別をやってみたその学習の様子です。で犬と猫簡単じゃないのなんて思うかもしれませんがその例えば猫の画像の中に人が抱いていてそこに猫がいる画像とかそんなのがあったりするんですね。ですから決して優しい問題ではなくて、えー、そう解釈してください。でまず えー、左側の図で点線のところを見てください点線のところはこれは誤差のところなんで訓練データでは誤り率はどん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 小さくなっていくわけです。これはゼロになって当たり前ですね訓練データなんで。そして、えー、この右側の図ではトレーニング回数訓練回数が増えていくにつ,つれて100%に近いこ上がっているい正解率になります。でこれ横軸トレーニング回数30なんてなってますが。 たたった30回ななんて思わいいでくださいこの1回あたりが例えば1,000枚とか、えー、2,000ぐらいの画像を学習したわけでそんなたった30回というわけではありません。で、えー、訓練データについてはこういうふうに非常に良いことが起こってるんですがその実践の部分ここを見てください。そうすると左側の図では上がってますよね。つまり誤差が上が上っっちゃっているわけですです右側の図では 正解率も頭打ちになっているわけですこれは誤差が上がっちゃっているということはもともとの訓練データに対して訓練データ特有の性質を学習してしまっているこういうことになるわけですだからこういうのを科学習といいます。で理想はここにありますように緑色の線になってほしいんですでそのための工夫というのがいろいろありまして詳しくは申し上げませんが。 例えばそのニューラルネットワークの一部分をわざと壊してみる。取っちゃうんですね。それで学習するで。今度は別の部分を取っちゃう。そして学習する。そうするとこういう緑色の線のようなものが現れることがあります。こういうのをドロップアウト法と言います。でここでもう一つ別の形について見てみましょう。転移学習という概念です。画像処理を例にとって見てみましょう。 ディープラーニング真相学習による機械学習では当然のことながらニューロンの重み重みってありましたねあの WJI ってやつです。これを良い値に選んでおくと素晴らしい学習結果が得られるわけです。当たり前です。ところがこれは結果を前もって知っているということになりますのでありえないわけです。そこで乱数を用いて学習を始めるということが多くなるんですがこれは運と 学習の回数が必要であって本当にいい値が得られるのかどうかこれはわからないわけですしたがってこういうことを考えてみましょう顔鼻内臓の器官これいずれも画像ですよねそういう識別というのはそこで例えば顔の判別で成功したそういう深層学習ニューラルネットワークの重みの層の値これをまるまる使っちゃおうと、そして それを鼻に使ってみようもちろん同じニューラルネットワークでやるんではありませんので先の部分にちょっと花の部分を学習するにあたっても転学習の先端にはその顔で学んだデータを使うんですが花の判別に向くための微調整を行う部分こういう部分をつけてそして再び学習をすると。こういうい 中間のところに別の学習結果を利用するこういうことを転移学習、トランスファーワーニングとこう言います。で、転移学習をうまく利用するとやはり機械学習の開発時間っていうのはとても短くできます。それからそれでもですね、転移学習でも失敗することもありまして、機械学習の認識能力に偏りを与えちゃってるかもしれない。だからこれは使う人、設計する人、調べる人が よく検査すする必要がありますそれであと最後のレベルになるんですが気合学習っていうのは適宜再学習設定してあることを別のデータでもう一回やり直す別のっていうのは全く別という意味じゃなくて新しいデータを追加して古すぎるデータは捨てると時代は次々に変化しているわけですからこういうことがいつも必要になるわけですまとめてみましょう 機械学習のデータではこのデータ作成そして前処理がとても大事になります。でそしてその時にその前処理がうまくいった段階でそのデータから何をしようとするのかという問題設定を行います。そしてモデルの構築を行って機械学習を実行しようとします。で学習結果の利用は何を知ろうとするのかによってさまざまです。で 適用結果が不満足でであれば再学習を行うんですで。ところが、えー、逆になる場合もありますつまりデータがたくさん集まってしまったこのデータを何とかしたいという場合にはデータが先に来てそしてそれから機械学習を選ぶの問題を選ぶあるいは逆に機械学習の問題でってこれだけのツールがあるんでそれでこういうデータでしか対応できないから何とかしようとこんなふうな順番の入れ替えも起こりうるそういうことをご理解ください。